星座は同じ時刻に東から西に移動するのに、月は同じ時刻に西から東に移動するのはなぜですか？12月10日22時、オリオン座の位置です。1ヶ月後、1月10日22時、2月10日22時。さあ、こういうふうにオリオン座のような星座は、同じ時刻に東から西に移動します。はい、リカルタのルール違反。月は同じ時刻に西から東に移動する。さあ、星座は東から西に移動するのに、なぜか月は形を変えながら同じ時刻に西から東、西から東に、西から東に移動して見えるのはどうしてか、もう一度詳しく説明します。CG で説明する前に、方角について確認をしておきます。はい、これが地球です。地球は、はい、北極側から見て左回りに自転をしています。そして、ここが時間的には、ここがお昼、そしてここが夕方、ここが真夜中、そしてここが明け方ということになります。はい、ということは、はい、この夕方、はい、右手の方が、これが西側に太陽が沈んだところ、正面南、左東、はい、反対側で、はい、左東、右が西で、正面が南ということです。はい、これをしっかり押さえておいて、ください。はい、ではこの CG を見てください。ここは、太陽、月、地球、これが一列になっている状態。これ月が新月の状態を表しています。これをちょっと動かします。はい、どうでしょうか。この地点で、三日月、ほぼ三日月ですかね。こんな感じで見えますが、地球が自転をしている。そしてここが、この地点がちょうど夕方6時とかなんです。夕方6時、これ地平線で、正面が南、左、東、右が西。そうするとこの三日月は、かなり西の低い空にこの三日月が見えてる。ということです。よろしいでしょうか。はい、動かします。はい、三日月がかなり膨れてきましたが、はい、先ほどですね、かなり低い、西の低い空だったのが、ほら、西よりも南寄りに来てます。南寄りに来てます。よろしいですか。はい、ちょうどここで、これ分かりますか。上弦の月です。上弦の月です。そうすると、夕方の6時頃、見てください。上弦の月が、真南です。真南です。三日月型の時には、6時に、西の低い空だったのが、だんだん南寄りに来て、とうとう上弦の月で、真南に来ていると。同じ時刻に、月がどんどん西から東に動いているということがこれで分かると思います。はい、さらに動かします。はい、ここが真南よりも、はい、東寄りに動いています。はい、はい、さらに東に動いていきます。はい、でこれがもうほぼ満月ですね。満月がもうこの6時に、ちょっと出てきたところで、真東にちょうど満月が見えるということで、よろしいでしょうか。なぜ、同じ時刻に月が、西から東に移動して見えるのか。月が、地球の周りを約1ヶ月で公転をしているからです。この左回りに、北極星側から見て左回りに公転をしているので、これはどんどん左の方向に動いて、左に方向ということは、これは西から東の方向に動いているということです。これでよく分かったと思います。はい、この CG も素晴らしいので紹介したいと思います。
夜中の3時、夜中の3時、1日目、夜中の3時にこの位置、かなり、西の方角に見えます。はい、これ回って、ここが3時ですね、3時。はい、2日目、2日目、はい、かなり南寄りに、来てます。はい、3日目、3日目です。はい、もうほぼ南と言ってもいいですね。はい、はい、4日目です。少し満月に近づいてきてます。はい、はい、5日目がこんな感じです。はい、このようによろしいですか。夜中の3時、夜中の3時に、最初はこの、まあ、西の低い位置にあったのが、はい、1日目、2日目、3日目、4日目、5日目と、この満ち欠けをしながら、西から東に、どん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 同じ時刻に、夜中の3時、同じ時刻に、月というのは、西から東に動いて見える。これは月が地球の周りを約1ヶ月で一周、まあ、公転をしているからだというのは、これで、よく分かったと思います。はい、2月24日朝の5時40分から45分頃に撮影したものです。はい、こちらが明けの明星、金星です。そしてこちらが月です。ちょうどこの日はですね、下弦の月です。はい、右半分が欠けている下弦の月でした。さあ、結構安いビデオでも、はい、結構クレーターが見えたりします。さあ、これが下弦の月、ちょうど半月です。さあ、この月とこの金星の距離をよく覚えてください。はい、2月25日になりました。さあ、これが金星です。そして月がここにあります。さあ、前の日に比べて近づいてきているのがわかるでしょうか。はい、月の形も満ち欠けをして、はい、前の日の下弦の月に比べて少し欠けているのがわかりますか。はい、確実に欠けてきています。さあ、2月26日になりました。はい、ここに金星です。さあ、月がかなり近づいてきているのがわかるでしょうか。さらに月が金星に接近しています。そしてこの月の形もかなり変わってきています。さあ、2日前の下弦の月、半月からかなり欠けてきているのがわかると思います。さあ、この距離をしっかり見ておいてください。かなり近づいています。はい、2月27日です。さあ、ほぼ位置が変わらないこの金星ですが、なんと月がこの金星の位置より低い位置に移動してきて、なおかつ距離が縮まっています。最接近しています。わかりますでしょうか。さあ、そして月の形もかなり、欠けてきています。もう間もなく新月になるという、そういう時期です。さあ、三日月型の、まあ、反対の形ですが、
かなり細くなっています。さあ、この数日後には新月になるということです。さあ、この月と金星の距離、非常に近づいて、なおかつ月が金星よりも下の位置に来ているという、この辺のところも皆さん、よく朝早起きをして観察してみるといいと思います。はい、月金星です。この位置関係よく覚えてください。はい、ここでは下弦の月から4日間の月の満ち欠けの様子をまとめてみました。見てください。はい、2月24日、ちょうどこの日が下弦の月でした。はい、右半分が欠けている下弦の月です。はい、2月25日です。はい、下弦の月からさらに欠けてきている様子がわかると思います。表面のクレーターも見えます。はい、2月26日です。月はさらに欠けていきます。さあ、この辺のクレーターも見えます。はい、下弦の月から3日後、2月27日の月です。かなり細くなっています。数日後には新月になる予定ですが、ぜひ皆さん本物を外へ出てみてください。実物を見て宇宙の神秘、天体の不思議さを実感してください。ぜひとも外へ出てみてください。よろしくお願いします。東にほぼ動かない金星に月が満ち欠けしながらどんどん接近していきます。つまり月は同時刻に西から東に移動していることがこれで分かったと思います。はい、では最後に金星に月がどんどん接近していく様子を画像で見てください。はい、まず2月24日です。はい、金星です。はい、これが月の位置です。この距離は、はい、このぐらい離れています。はい、2日目2月25日です。はい、これが金星、月です。はい、かなり近づいてきている様子が分かりますか？はい、かなり近づいてきています。はい、3日目2月26日、はい、金星、はい、これが月です。さあ、相当近づいて、それで月の位置がかなり下がってきているのが分かりますでしょうか？さあ、この距離になっています。さあ、そして4日目2月27日、あっと驚く、この月がもう金星よりも下の位置に来ています。さあ、距離もこんなに近いです。もう次の日にはもうこの木の陰に隠れてしまうので、今日が最後で撮影しましたが、さあ、こんだけ近づいてきています。さあ、結論です。月は同時刻に西から東に移動します。移動して見えるのです。これでよく分かったでしょうか？はい、天体の苦手な皆さん、ぜひ再生リストの天体の 3D 超図解超基本シリーズで天体の苦手を撃破してください。一番大切なことは小さな努力を積み重ねることです。はい、よかったらチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。